こんにちは、クルスです。本日は、福岡市東区の再開発エリアに来ております。九州大学の箱崎キャンパスがあったエリアなんですけれども、規模伝わりますでしょうか。もともと今は大人気エリア六本松の九州大学があったエリアになりまして、そこがどんどん開発されて、どんどん金額も上がっていった経緯があるんですけど、そこの六本松キャンパスのなんと約 7.6 倍のスケールで、再開発が進行中となっております。今最終案が、出ている最中で、地場大手のところがですね、2社ほど今最終の考案を行っているという状況のようです。はい、2025年には新駅も、できるというところになっておりますので、福岡市東区どんどん価値が上がっていくんじゃないかなと思います。で、こちらからですね、はい、この再開発エリアの目の前に、地下鉄の駅もございます。見えますかね。はい、徒歩1分から2分ぐらいのところに駅もありますので、かなり利便性もいいエリアになっております。福岡不動産チャンネルは、福岡で素敵な物件に住みたい方向けの YouTube チャンネルです。福岡での物件探しのご相談は公式 LINE からお気軽にご連絡ください。はい、この再開発エリアに隣接している新築の分譲マンションとなっております。最上階角部屋というところで、この棟内でも一つしかない間取りになっておりますので、ぜひ最後まで、ご覧いただけると嬉しいです。はい、早速回っていきたいと思います。はい、玄関からご紹介していきます。こちらがシューズクローゼットです。奥行きもしっかりあって、窓もあるので換気も可能な感じになっております。はい、このスペースが結構便利ですよね。で、こちら側が、オプションとなっておりますけれども、ミラー付きになります。はい、ちょっと中に入る前にですね、こちら弊社が所有している物件になりまして、今販売中なんですけれども、一つ一つちょっとオプションも変えたりとかしてこだわりをしているので、そのあたりも少し説明をさせていただきながら動画撮影していただきたいと思います。はい、こちらがまずリビングですね。なんとこちら21畳ございます。なかなか福岡市で15畳、20畳以上のリビングが結構少ないので、そのあたりちょっとこだわって壁をぶち抜いて作らせていただきました。はい、もともとここに壁があったんですけれども、そこを取っ払って、広めのリビングを作ってみたという感じでございます。窓がたくさんあるので明るいです。内側は一軒家が多いところですね。周りに高い建物がまだないので外でも見晴らしがいいです。そっち側が再開発エリアの方ですね。こっち側に収納もあります。はい、そしてこちらがカウンターキッチンです。ここもオプションをつけているんですけれども、ここの天板ステンレスじゃなくて大理石風のグレーのおしゃれなタイプになっております。とポイント2つ目ですね、この水栓もオプションで形を変更しております。はい、三つ口コンロですね。グリルもついております。収納スペースでございますが、オプションが3つ目ですね、深型の食洗機を入れております。なかなか80平米もあるとご家族も多いかなと思いますので、食洗機も入れやすいタイプにグレードアップしております。はい、このスペースも広めですね。モニター付きインターホンと、給湯器ですね、追い焚き機能もついております。あとですね、こちらもダウンライトをつけておりまして、これもオプションでつけているんですけれども、はい、リビング側とダイニング側でスイッチを分けております。あとは明るさの調整ができるようにしております。見えるかな。
はい、ダウンライトもオプションでつけてますでこちらが洋室です。ここが約5畳の洋室です。ちょっと今電気がまだついていないんですけれども、クローゼットもしっかりついております。こちら2つ目の洋室です。5畳の洋室が2部屋ですね。ご兄弟いる方それぞれでお部屋も分けれるのはいいかなと思います。先ほどと同じ大きさの収納もついております。はい、ここが一番広い洋室で、明るい洋室ですね。一番ここが明るいかなと思います。 6.4 畳ありまして、ここに、洗濯物干しもついております。部屋干しも可能です。はい、クローゼットも広めにこちらはついています。でさっき、少し映しましたけれども、再開発エリアを望めるルーフバルコニーですここのルーフバルコニーも、この住居の中で2部屋しかないのでかなり貴重かなと思います。だいぶ広いですよね。でこちらのリビングにつながっていますので、外でお食事するときもここからお料理が出せますので、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。新しいですね、街がどんどんこちらからできていくっていうのを見れますし、新しい街ができればもちろん便利さもアップしますので、はい、すごく今後期待できるところかなと思います。はい、廊下に戻りまして、こちらがお手洗いですね。収納棚もついています。結構奥行きもあるので収納しやすいと期待してますでトイレットペーパーホルダーが2つついています。で水栓もついているタイプですね。水回りに行きます。キッチンのところからも、この脱衣所につながっていますし、もう一つドアがありまして、先ほどの洋室からも入れるようなタイプになります。広めの洗面台ですね。こちら三面鏡にもなるタイプでございます。引き出しタイプの収納もついています。ちょっと小さめですけれども、こちらに棚もありますのでタオルなど入れれるちょっとしたポイントの一つです。洗濯機の上にも棚がついてる目が回りそうですね。はい、はい、サラリ床で、掃除のしやすいタイプ、シャワーヘッドもかなり大きめです。ここで、シャワーの調整ができるようになっております。ここの高さも変えられますね。ちょっとあえて段差などはつけてないんですけれども、はい、負荷が深いタイプの足もしっかり伸ばせるゆったりしたバスルームとなっております。そして、ちょっとこれぐらい窓が大きいのも珍しいかなと思うんですが、先ほどのルーフバルコニーにこちらもつながっています。窓の換気もバッチリですし、はい、お昼間にお風呂に入るときはこの明るさを感じながらちょっと露天風呂気分で楽しめるんじゃないかなと思います。こっち側のバルコニーも一応ですね、そこに屋外の水栓もついております。はい、外観とエントランスです。物件名は、グランホーレ箱崎九代前駅レジデンスというところです。グランホーレもかなり人気のシリーズですもんね。
こちら側が駐車場になっております。でゴミ置き場ですね。こちら側に駐輪場があってペット飼育可能な物件になりますので、ここでワンちゃんのお風呂に入れます。オートロックがついています。ここでかざしたら開くタイプですね。はい、ちょっとまだ養生かかってますけれども、こちらが剥がれたら結構デザイン性にもこだわっているところになります。でエレベーターですね、オートロックに反応して1階まで降りてきてくれるので、はい、待ち時間も短縮されて嬉しいポイントかなと思います。でこちらがちょっと管理人室ですね。管理人さんのお部屋と、宅配ボックス、メールボックスがあります。はい、はい、一周回ってまいりました。特にやっぱり再開発エリアであるっていうところが一番のおすすめポイント、今後値上がりが期待できるだろうなっていうところで一番のおすすめポイントなんですけれども、室内も結構こだわって、オプションなどをつけさせていただいておりますので、ぜひ一度ご内覧お待ちしております。 84.63 平米の 3LDK、2023年の11月に立ちましたけれども、新築で未入居となっております。地下鉄箱崎九大前駅から徒歩2分、利便性も、しっかりと確保しております。はい、スーパーもですね、大型スーパーから徒歩圏内ということで、お買い物もかなり便利にしていただけます。はい、ペット可能、はい、ワンちゃん猫ちゃんも、相談が可能なお部屋になっておりますので、いろんな方に需要が高い物件かなと思います。はい、新築未入居、再開発エリアの物件ですね、気になるところお値段かなと思います。こちらの物件のお値段は7980万円です。はい、福岡市東区の相場からしますと、まあ、若干ちょっとお高めの物件かなとは思うんですけれども、こんな再開発エリアに隣接してるっていう貴重なエリアなかなかないっていうところと、駅も近いですし、新駅ができるっていうこともありますので、これからに期待ができるところかなと思います。はい、月々のお支払いがだいたい21万ぐらい、管理費積立金全部合わせまして、23万5千円ぐらいが今の、地銀さんの金利ですと、それぐらいの、お支払いになっております。まだまだ管理費積立金もですね、トータルして1万7千円前後と、まだまだお安いところのになっておりますので、ぜひご内覧予約お待ちしております。一度見ていただきたいです。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。福岡不動産チャンネルでは、マンション、戸建て、賃貸、いろんな物件ご紹介をしております。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。掲載の ご依頼も不動産会社様受けたまっておりますので、お気軽に LINE などで ご連絡ください。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。